セキュリティとエレキの間の扉を開けて、中に入ったところでエレキの部屋からぴょこって顔を出す影丸くん見てます。本気で言ってる？あら、バイトさん落とすんだったら、なおのこと影丸さん落とすぞ俺。行きますか。はい、お願いします。ユニバース、ユニバース、ユニバース、ユニバース。やっていきましょう。クルーメイとクルメシェリフだよ。シェリフだよ。シェリフの大爆笑をトスケが切りたい。ナイス。おお、危ない危ない。いいねいいね。うん、ごちゃきれが起こるところだった。ギリギリや。狙ってたんですか？狙ってるんならボタン押しませんよ。あ、そうだね。つまり僕は白です。はい、了解です。あ、わかんない。ちょっと理解出てる。ちょっと理解力ないかな。やばー、怪しいな。煽ってんな。あー、消えて。ぐる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 。よっ、ノードが私もそこにあったよ。ちゃんみさんがおる。エデンや。ほい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 。あら、あら、あら、あらら、あ、あれ、あ、藤宮さん、あ、できたらどっち？これ、サグヤさんバイタル見てた？一緒に見てて、同じタイミングで死んだから。同じタイミングだよね。お意味だよ。お意味だよ。さんと一緒にいなかった？え、藤宮の死体が消されてるってことこれ？いや、わからないですね。これ藤宮さん、え、だって藤宮さんの死体バーンって出なかった。デーンってならなかった。死体が消されてるのは確定だけど、どっちがキルされたかがわかんないっていう感じですね、今。いや、消されたってことは、藤宮…あれ？いや、わかんないです。たまたまいたジャニタが消してるかもしれない。ライトサクヤ、藤宮、四つ葉が一緒にいたと思うので、ライトさんかサクヤさんを疑ってます。あ、僕はオフィスにいた。そう、僕は藤宮さんとストレージの中で一緒になったんです。で、僕が先行して初め入ってて、藤宮さん多分重なる形でガソリン入ってるんですよね。その後にも確実にやられてます。僕が出た後ですね。多分弁当もあり得るかなって思ってますけどね。川木さん、よっちゃんラボにいたっけ？ラボにいた。あ、いたよね。メッドベイの方に行ってた。そうそう、一緒に、うん、なんか見る、うなんだっけ、あの星見るタスクやって、その後僕はバイタル見てて、カキさんと一緒に多分死んだタイミング見てるから、カキさん視点でサクヤキルできないと思う。できないできない、絶対できない。なるほど。うん、じゃあ違うのか。影丸停電を直したんですが、停電を直す5、6秒前ぐらいとかに、コミとエレクトリカルの間のこの外側の廊下からストレージの上を通ろうとした時に、ライフジとすれ違って、その瞬間に停電が入ったので引き戻してエレクトリカルを直してるって感じです。なんで、まあライトさんが絶対、影丸くんがエレキの部屋から出てくるのは見てます。ちょっと待ってほしいんですけど、寺堂さんって僕をどこで見たんですか？オフィスだからかなり前なんだけど、オフィスに残してきたのがその4人だったから、その後多分全員が右側に抜けて、ストレージとラボに分かれたんだなっていう印象です。はいはいはい。僕はウェポンの方に行って、ヤンミと一緒にダウンロードした後ボタンなので、ヤンミちゃんは無理でございます。ちなみになんですけど、停電になった、もうなってから僕ストレージに入ってて、なんか僕、僕がその証言出します。停電になってからなっ、じゃあ誰か2人とすれ違ってない？藤宮さんが殺されて、しかも消されてるって状況から、2人組がそこで暗躍してるはずなんですよ。これ僕じゃないんで。危なあ、ここまだ出てない人ボタン押してくんない？のすけぴか慎太郎あたり。僕ボタンがない。じゃあボタン押しますね。僕お願いします。むずいパターンが出たな。すんごい分かりづらいパターンだね。
ごめんなさい、ほんまにごめんなさい、遅れました、すいません、うん、あれ、影丸さんって僕を見てるんですか、ちなみに。もう一回言いますね、コミュートエレキの間の外側の廊下、温度調節と PPP があるところから、はい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 、ステレージとエレキトリカルの間のこうでっかいところを通ろうとしたときに、ちょうど停電が入ると同時にフジライトとすれ違ってます。で、ストレージ行ったって言ったんで、あ、ストレージ行く動きだったんだってのを思って、多分ドロップシップとかその辺から来てますよね、うん、上側からドロップシップじゃ、ドロップシップじゃないです、柿さんとさっくんが、右ラボに入ると同時とぐらいに僕らも、うん、左その上にずっと同じなのか。そうですそうです、ドロップシップは行ってなくて、そう、おそらく藤宮さん僕の後ろにずっとついてきたって感じなんですけど、うん、で俺はほぼ2人 と、並走してるように見えた2人とすれ違いエレクトリカルを直してる感じなので、でこれ僕視点なんですよ、僕じゃないんで、でライト視点なんですけど、藤宮さんが停電な後ろについてきてるのも分からなかったんですよ、そのストレージに入る時は。まだ出てない人の位置先に出しません、ボイラ慎太郎コミュニケーションで直前ウェポンでヤンミちゃんを見てます、停電中に。だからそっからコミュニケーションで終わり。僕は、ボイラーの隣の扉は開けたか覚えてなくて、開いてて入って酸素ルームの横の扉を開けて、セキュリティとエレキの間の扉も開けて、停電解除に向かっています。でなんかさっき俺を見たって言った、はい、はい、僕その、T 字路に行った時にエレキの中から出てくる影丸くん見てます。ん、ああ OK です、はい、だから直したんかなと思いました。おお、このタイミングだったら合ってるわ、俺が直す前に見たのかと思った。なるほど、ライトさんだったらライトさんって誰とつながってんだろうっていう感じにはなってるけどね、はい、そうなんですよ、だって影丸さんがその藤宮さんしかと僕しか見てない中で消す人がまずいないじゃないですか。だからあれなんじゃないの、その切ったとことは別のところで消してるとこもあるんじゃないの、そしたら藤宮さんが消えない。いやいやいや、藤宮さん消えないじゃないですか。藤宮さんが消えない、藤宮さん消えないですよ、藤宮の方が消されていて、ごめんごめん、そういうことを見てるから、で影丸さんが僕を疑う視点っていうのであったら、あ、じゃあ単純にそれはあのライトさんが藤宮君の近くにいたから、はい、まず最初に普通にヒットかなと思ったんですよ。確かに、はい、だから弁当があり得ると思う。他に左の人でこの人無理そうっていう人いる、ノスケピカクロス慎太郎ヤンミ、慎太郎ヤンミができないと思います。そうなの、ピカさん目線で俺無理って言ってほしいな。だからね、ボイラーの方、ああそれは無理だと思う。ね、影丸のすけのどっちかな気がするな、多分だけど。なので自治体が停電、おお、ナイス、ナイス、ナイス、はい、消えてない、あ、よかった、ない、のすけさんがもう一回影丸さんを見たっていうその状況がもう一回聞きたいんですけど、T 字路、ね、セキュリティとエレキの間の扉を開けて、中に入ったところでエレキの部屋からぴょこって顔を出す影丸くん見てます。これだから多分のすけさんの僕への信任は、僕目線のすけさんに全然白が出せなくて、僕がエレクトリカル直してて対抗がいない時点で多分、うん、あの僕はどの道白が取れちゃうからあんまり、うんうん、あんまり影丸さん視点でそれだったらライトとのすけですよね、全然ありえます、ありえますよね、けど、バイタルでなんか直前みたいな話なかったっけ、死んだタイミングは1秒前ぐらいだった気がする、うんうん、だとしたら僕はライトさんの姿を見えてないので、まあなんか僕が見えない右左あたり、セキュリティの方の廊下とか外側、うん、右のとかで殺されてて消されてたら分かんないくらい、のすけさんが消してるって話ですよね、まあ、でもどっちにしろ気もするけどっていうくらいかな、うん、僕扉開けてるけどね、左のその酸素ルーム横と石油エレキの間扉開けてるけどね、まあピカクロスが開いてるのを確認してるからそうだとは思う、うん、あ、だとしたらそれで複合する、多分最初そうボイラー室の扉が開いてた方ピカさんが入ってるのかな、最初入っとって、で僕がもうそのまま停電になったから O2 の扉開けてっていう感じ、ピカさんがそこを確認したって言うんだったら、まあ、ピカさんもなさそうだし、だったらベント組も結構僕の中だったら視野ですね、普通に僕の相方がいないじゃないですか、 あるとしたらベントで飛んできて消してくれたとかかな、慎太郎さんのコミュニケーションで浮いてるかなっていう印象なんですが、ヤミちゃんはだって慎太郎さんを見てはいないんでしょ、僕はでもヤミちゃんのね、うん、タスク中だったから見えてないと思う、寺蔵さんは見ました、あ、そうか、ゴッドファーザー、ごめんなさい、ゴッドファーザー以外ってあれか、弁当使えないのか、うんうん、だから例えば僕目線であるとしたら、あの話を聞いた限りですけど、ライトさんがジャニタで
誰かが弁当で飛んできてキルしたのをそこで消したとか、それくらいじゃない？うん、なんかそうしてもライトさんは関わってそうだなって思っちゃうな。いや僕関わってないんですよ。だってこれ相当連携取れないと。あーゴッドファーザーに裏切られちゃったんだね、かわいそうに。これ闇さんだわ、これ闇さんだわ。すごいやおりや。え本当に言って、本気で言ってる？今テロスさんが言ってるのは片方の相方切った時にあの恋人ね、恋人が目の前でパタッと倒れたからそれを消したっていう形、うん、形があるっていう話。いや無理ですね。あらバイトさん落とすんだったら、なん、いやなおのこと影丸さん打つぞ俺。ゲームあるか。あ、はい、デリフです。いい位置。ノイズ。バランス考えてライトさんを落とすんだったら影山さん打っといた方がいいなと思ってです。で、みんな視点抜けてたかなと思うんだけど、ノスケ影丸のラインが存在してると思ったから、この二人のマフィア陣営だったらまずいなと思ってました。なるほど。だってそうじゃん。ノスケさんが下から上がってエレキの方向、影丸さんがエレキ直してるってことだと。ストレージから藤宮さんがエレキ方向を直すと直すに行って影丸さんに切られてのおけさんに消されるないしはその逆のパターンもありえるので、うんうん、でここの2人のラインがあるからそこの検討がなかったなと思って。そうなるとのおけさんが怪しくなってきちゃうな。うん、うん、まあ僕目線はもうエレキに死体がないと思うからあるとしたら藤宮くんやろ。で僕は消してないから。スキップ入れたのはスキップ慎太郎です。いやごめん、慎太郎目線ピカクロスノスケに陣外があるなと思ってたんで、うん、まあ今なくなったんですけどスキップに入れてました。ノスケはあるとしたら影丸マフィオソぐらいかな。あでも触られんか。そうか。まあでもこうなったらノスケさん釣りたいですけどね、うん、もう小池屋もする必要がないから。うん、まあそうね、さんの乗っ取りも薄いかな。推奨。うん、そのパターンだったらノスケピカクロスのマフィア陣営で。あれどうしました？すいません離席してました。すいません。ああいや全然全然大丈夫です大丈夫です。今俺が釣られそう。俺がさんがシェリフで影丸くんを切ってます。影丸くん切って。そうか、でもどうしようかな。確かに影丸くんがゴッドファーザーあるいはジャニターぐらいしかなくてエレキで直してるってなった時に、うん、そうなった時に破綻するからノスケが。そのここに陣がやった時ね、その僕目線やと、だって消してるわけや藤宮くんの死体を亀丸くんって、うん、誰かがそう、うんうん、まあシンプルに亀丸之助のゴッドファーザー何だめっちゃそうやな、うん、どうしよう。之助さん亀丸さんの方を追っかけたように見えたしな、さっきいつ、うん、さっきさっきってさっきのターンさっきのターンって僕寺蔵さんと一緒にオーツおるよ。知らん。なんでお前それはあかんねえ。知らん。知れ知れ。知らん言われとるわ。はい。ということで。よかった。そう、なんか、ライトさんのジャニターとかのレアケースを追うぐらいだったら、多分順当なキル、要はあのキルしてキルした死体を消すっていうことを先に検討するのが絶対優先度は高いんですよ。その優先ができる位置が存在している以上はそこからなんだろう、手かけるのとそこからかけるのが正解だなってのが個人的な考えです。なんでライトさんズよりかは影丸さんの方、影丸之助の方から手かけるのが絶対正解は思ったかな。違う、慎太郎さんか。ボ、はい、ボイラー室の左奥です。マジ？ん？え、ボイラー室の左奥？10秒前ぐらいにでもサクテラ酸素室いたけどその時は光ってなかったよ。ボイラー室に、いや、奥に入んないと光んないです。ボイラー室に完全に入らないと。昨夜さんしか俺してない、昨夜さんしても寺蔵しかないっていう言いそう。昨夜視点闇ちゃんもあるんじゃない？一応行っ
て昨夜マスターから上に上がってテラドさんはどこ行ったか分かんない。昨夜さんとすれ違いましたよね。多分そう。サミちゃんとすれ違ってる。ね、最後テラドさんがボイラーに入るの見えたので昨夜さんだと思う。お、お、それでいいんですか？ボイラー室入ったよね昨夜さん。昨夜はでもテラドさん酸素行った後は入らずにそのまま抜けてるから、そのいやボイラーの方に抜けたの見たよ。じゃあ対抗になるのかな、入ってないし、うん、一応他の人の場所をお願いします。柿は最後セキュリティから下下ってテラドさんと見合ってますあごめん俺からは見えてないんだけど O2 と O2 の、上の上っていうか右の扉が閉まってて誰もそっちから来てないと思ったんだけど開けたのかな最後。じゃあ最後開けました。あそうなんだ。テラドさんどこまで行ってきてます？僕は O2 をやった後、昨夜さんと一緒に酸素タスクをやった後 O2 の上の木のタスクやって、で上に抜けようと思って扉を開けたところで、うん、下のゴミ捨てをやってるヤンミちゃんを見て、あヤンミちゃんいるなと思ったらすぐボイラーで通報だったんで昨夜さんなのかなって思ってます。普通に弁当もないのでね。その昨夜って電話普通に酸素でタスクした後その抜けてヤンミちゃんとすれ違って今保管庫付近なので、ね、寺本さんがやってないのであればカキさんが合間縫って切るしてるかヤンミちゃんのセリフカキさんはどうやっても入ってこれな い、うん、ドア2枚開けてきたから弁当が一応ありますよね。弁当がありますよ。えっ、ー、と O2 いや僕が O2 にいたんでそこを通ってこないと。あそっか、じゃあさサクヤさん、うん、まあサクヤさんじゃなかったとしても寺堂さんすればこれになっちゃうよな、うん、それで終わらなかったね、終わるやろ。じゃあローラーしてもらって終わりそう終わるな終わるナイトさんクルーなんだ。やばい、あの時点で、あなたたちの負けですよ。いや、割とそうなんだよな。ピカさんのおかげだ。金太郎ピカクロスはスキップしてましたからね。さすがです。えらいな。そうか、うん、スキップに入れた人の中にシェリフがいたおかげでシェリフ視点は連れてなさそうだなって思ったんだ。あそうそう、でやっぱり順当そのキルした死体を消すっていうパターンで考えるんだったら影丸之助って絶対上がってくるべき位置関係だと思ったから、ハイデンマンバインで切られてましたね。ポリゴン状態だもんな。そうハイデンマンバインにいるんだ。クリーンライトさんが置いてきたみたいなこと言ってたから難しいのかなと思っちゃった。ライトさんに味方がいなすぎたんだよな。いや、もう。